今日はお墓掃除に来ました。先月のお盆の時に、全部草むしりしてお花手向けたんですけれども、このように一月ちょっとで熱のためぼうぼうです。これを今からきれいにして帰りたいと思います。はい、きれいになりました。こんな感じです。これでお水で洗って入ってきます。10分ぐらいでできるかと思いましたけど、30分もかかってしまいました。でもこれはこれで蒸して汚れました。皆さんも今の時はお墓掃除してみてください。お墓ないよっていう方は自分の家の周りに落ちているゴミを拾って帰ってみたり、ゴミステーションの分別をしてみたり、ゴミステーションの掃き掃除をしてみるといいと思います。メジャーリーグの大谷翔平選手がバッターボックスに入るときにゴミを拾ってポケットに入れるとか、そういうシーンがよくあると思います。あれも大谷選手は学生の頃からゴミを拾って徳を積む、そういう目標を掲げて文集にも書いてあったそうです。皆さんもぜひやってみてください。